一歩一歩その足元を確かめながらというね、ゆっくりとした恐るべし表情で花道を海流に進んでます。赤鬼もそれに続くとばかりに続く。
参道の皆さん気をつけて。青鬼が本殿に向かいました。消えた鬼屋が本殿に向かい、青鬼が本殿に向かって、赤鬼の後を続いて2人で2頭でですね、2頭でさあ本殿の青鬼向かってまいりました。向かいますが、するためにお乙女の登場であります。乙女が登場しました。今度は先ほどは可愛いお子たちでした、はいはい、今度は詳しい、また美しい女性が登場をいたしました。さあ手にはそして弓矢、弓矢おう、まずは弓矢で、パワーをなくした鬼に対してその弓矢を放つことが、そしていることができるのでしょうか。狙いを定めて、焦らずにやれ、せーの、それお見事、命中。1回ぐらい外すことがあるんですけども、命中したよ。素晴らしい弓の名手ですね。あの距離でしっかりね射抜くとは。そして赤鬼はまだその力をしぶといな、見せつけようとなって危ない。それではとりあえず赤鬼さんに雲の糸をかけちゃえ、青鬼さんにもかけちゃえ、いきます。一つだけですね。よー、もう一個、それー、打ち合わせ不足でした。やったー、失神の鬼を投げつかれた赤鬼青鬼。心力が足りんかったからですけど、さすがに、これはどうしようもない、ね、お疲れ様でした。ありがとう、やっつけてくれました。ありがとうございます、はい、今年もめでたく鬼タイム大成功ですね。そうです、大成功でした。大成功、鬼タイムの今日も手を取っていただきましょう。お疲れ様でした。今年もありがとうございました。今年も健康で鬼さんありますように祈っております。はい、鬼タイムとしてやられました。めっちゃ疲れてる、頑張りました。これでもみんなのね、邪気も払われましたね。今年の良いことが皆さんにあるはずです。はい、でこの後の、ね、大豆さんはもらえる、そして僕の目が当たるというのがそう、ね、なかなかするのは難しい。じゃあ皆さんも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。本日はね、おかずがないでご披露いただいた4名の皆さんですけれども、しかしすごかったですよ、本当に。ほとんどあの弓矢あんだけ確率よく当てられるっていうことが、はい、
私の記憶でもそんなに、まあね、距離にもよるんでしょうけど、今日は長い距離当てられましたね。大命中でしたね。アーチェリーが選手になったんですけど、はい、まあ、そんなことはないでしょう。さあ、それでは着々と赤王子、青王子さんも一から何になりすぎて、あれなんですよ、準備が進んでおります。もう鬼も退治したので、そうそう、この後皆さんにね、そうそう、服を着たるということで、はい、もうね、マギの段取りは入り始まってますけれども、鬼さんはね、月光のブロッキーと申しましょうか、パワーを全て失った感じで。